社会やビジネスに隠れた仮説を見つけ出す AI ワイドラーニング、現在さまざまな分野での活用が始まっています。ビジネスの現場では、例えばクレジットカードの限度額審査、経験豊かな専門のスタッフしか判断できない難しい業務でした。ワイドラーニングは、契約者のデータを入力すると、年齢、性別、年収、契約状況、残債や請求額、入金の遅延、過去の限度額など、すべてのデータ項目を組み合わせて、支払い以上のリスク側面の仮説と正常の収益側面の仮説を網羅的に発見します。得られたすべての仮説を使って、契約者一人一人に最適な限度額をその根拠とともに教えてくれます。これで人間でなくても判断できるようになります。また工場では、製造機械のセンサーデータから、ものづくりのプロでも気づかない不良品発生の仮説を見つけ出します。そして、ぶどまりを改善するための機械制御方針まで提示してくれるのです。工場稼働が最適化され、熟練度の低いスタッフでも対応可能になります。ビジネスだけでなく、我々の身近なところでもワイドラーニングが活躍します。例えば選挙、選挙の公開情報や有権者への調査データから、候補者の当選・落選に影響する普遍性の高い仮説を発見します。高精度の当落予測だけでなく、納得性の高い当落理由まで説明できます。さらに、我々の健康も見守ってくれます。食事や運動などの日常のデータから、健康を維持するための仮説を発見し、一人一人に的確なアドバイスをしてくれるのです。これなら納得して取り組めます。社会やビジネスに隠れた仮説を見つけ出す AI、 それがワイドラーニング。私たちの生活を優しくサポートしてくれる AI です。